マフェスって発表会があります。そしてバタバタしております。午前中レッスンを終えて、12時前に孫の、出演がありますので、それにぜひ間に合わせたいと思っております。しました。さて、孫のエマフェスタに間に合うでしょうか。皆さんこんばんは。今日は孫のエマフェステを見られてよかったです。幸せです。生徒様にビューッと車で2分ほど飛ばしていただきまして、無事に見ることができたんですけれども、帰りが大変でした。帰り歩いて帰りましたから結構疲れました。行きはよいよい、帰りは怖いっていう分ですね。まあ駐車場がいっぱいですので仕方がなく私も車で行くのは諦めました。今日はですね、坂根まゆチャンネルではこのようにオーナメント、クリスマスのオーナメント作りを最近はやっておりますね。これはもとい、これはシナモンじゃなくって綿の木、こちらの綿の木の残りですね。それをちょっとシナモン風にまとめまして、サンキライをつけまして、それからデコレーションボールをつけました。このようにしますとですね、すごく簡単にオーナメントができますので、皆さんぜひやってみてください。グルーガンがあるとできますよね。グルーガンがあるとこのような感じで、坂根まゆチャンネルではいろんな情報を配信し出しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。クリスマスまでに500名、なんと高い目標でしょうか。でもぜひよろしくお願いいたします。バイバーイ。